くない。やっか。ネジ兄さん、勝負です。いいだろう。構えもネジそっくりだ。ヒューガ流？ヒューガには代々伝わる得意体術があるのだ。見た目の派手さはないが、後でじわじわと効いてくる。いいぞ、ひなた！リュウにとって最大の宿敵、それがあいつだからな。よっしゃ！やったのか。やはりこの程度か。なんてやつだ。さすが日向家始まって以来の天才と呼ばれるだけのことはある。経絡形状にはチャクラ欠と言われる361個の壺がある。天欠といってな。てこれが変えようのない力の差だ。エリートと落ちこぼれを分ける差だ。これが変えようのない現実。これが最後通告だ。危険しろ、日向。負けない。日向、来い。この勝負見えたな。日向、頑張れ。私はずっと見てきた。なんでかわからないけど、ナルト君を見てると私でも頑張ればできそうな気がしてくる。はぁ、ヒナが、ナルト君。てえ、あなたもわからない人だ。終わりだ。心臓を狙ったネジの決定だな。かわいそうだが、もう立てまい。これ以上の試合は不可能とみなし。止めるな！止めるなってばよ！ネジ、いい加減にしろ。ひなた、ひなた、ひなた、大丈夫か？おい、私少しは変われたのかな。忍びなら見苦しい他人の応援などやめろ。落ちこぼれが天才を努力の力で打ち負かす。本戦が楽しみじゃないですか。もしナルト君の方だったとしても恨みっこなしです。まずい、寝室サイドを起こしている。俺を睨む暇があったら彼女を見た方がいいですよ。約束するってばよ。